皆さん、こんにちは。今回の日本代表 MF 佐野海舟容疑者の不同意性交容疑、伊東純也選手との決定的な違いはどこにあるのでしょうか。またいろいろ調べていくと、高校時代から素行が悪かったということが分かってきました。詳しく見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。ドイツ一部マインツのサッカー日本代表 MF 佐野海舟容疑者が不同意性交容疑で逮捕され、衝撃が広がっています。重罪による逮捕で、佐野容疑者の選手生命は絶望的との見方もあります。一方でサッカー界では、ミッドフィルダー伊東純也が準強制性交致傷の疑いで書類送検されるなど騒動になったことが記憶に新しいところです。今回の件とはどのような違いがあるのでしょうか。佐野容疑者は2024年7月14日未明に、知人男性2人と共に都内ホテルで30代女性に性的暴行を加えたとして警視庁本富士署に逮捕されていたことが17日に明らかになりました。捜査関係者によると、14日夜に逮捕されたとのことです。佐野容疑者を含めた3人の認否は明らかになっていません。佐野容疑者は森保ジャパンの一員として1、2月のアジアカップに出場するなど飛躍が期待され、今月4日付で J1 鹿島からマインツに完全移籍しており、これから合流して練習が始まるところでした。海外でステップアップを目指す矢先の逮捕劇となり、サッカー界では激震が走っています。前所属の鹿島は移籍手続きは完了しておりますが、元所属選手に関する事案であるため、クラブとしても大変憂慮しておりますと声明を発表しました。マインツも公式 SNS で情報が不足しているため、これらの報道についてはまだコメントできない。私たちはこの問題をできるだけ迅速かつ包括的に解明するよう努めていると当枠の色を見せていました。佐野容疑者の所属事務所は、捜査中の事案となりますので、コメントに関しては差し控えさせていただきますとしています。佐野容疑者の逮捕についてある弁護士はこう解説しています。警察はかなり慎重に動いたと思う。現行犯と通常逮捕の違いは、一言で言うと裁判所の令状があるか、証拠関係について抑えていると思う。その上で通常逮捕に至っていることがポイントだと指摘しました。あとは男性3人が否認することはあり得る。佐野容疑者と他2人の供述の突き合わせを行って、誰が主犯格なのか、そこに一致があるのか、そのあたりを慎重に見ていくことになる。関与の度合いについて、それぞれ供述が食い違う可能性があるので、そこについても大きなポイントになると捜査の展開を説明しました。今後は起訴されれば実刑になる可能性が十分にある。不同意性交罪で有罪となれば5年以上20年以下の懲役刑となるとしています。サッカー界では日本代表の同僚だった伊東純也選手が性加害疑惑で騒動になったばかりでした。佐野容疑者の件とはどのような違いがあるのでしょうか。これについては全く違う。裁判所が事件直後に令状を出しているということは、事件直後の警察の裏付け捜査によってそれ相応の資料があったからで、警察も逮捕しようとして令状を取得した。伊東選手の場合は、警察は令状請求をしていない、在宅のまま書類送検していると事案の発生直後に逮捕まで至っている点を強調しました。あと伊東選手の反論はかなり具体的で詳細。今回の佐野選手の場合は認否が分かっていない、その点でも違うとの見解を示しました。佐野容疑者の今後について、欧州事情に詳しい J クラブ関係者は厳しい見通しを示しています。逮捕ということは警察も黒と踏んでいて、起訴される可能性が高い。そうなれば有罪は確実で、マインツが首にするどころか選手を続けること自体が難しいだろうと述べています。佐野容疑者の選手生命は絶望的というわけです。なんてことをしたんだと思いながらも、またかと、人って変わらないのかなって、そう話すのは鳥取県のサッカー関係者です。佐野選手は鹿島では陰キャとしていじられることが多く、チーム内でその性格の暗さを暴露されたり、自身でもネタにしていたほど。そんな海舟がと
いろいろな意味でサッカーファンの間で衝撃が走っています、とサッカーライターは語ります。そんな陰キャ選手によるまたとは一体どういうことなのでしょうか。話は佐野容疑者が高校3年生だった米子北高時代に遡ります。佐野選手は岡山県出身ですが、鳥取の米子北高校に進学しています。目的はプロになるため、当初は J リーグの育成組織に入ることを目指していましたが、それは叶わず隣県のサッカー強豪校である米子北に入学、1年生からレギュラーを獲得し、県内はもちろん全国的にも名が知られる選手に成長していきました、と関係者は語ります。高校サッカーの晴れ舞台は年末年始に行われる全国高校サッカー選手権です。米子北は14年連続で同大会に出場している強豪校です。高3時の佐野容疑者は第97回全国高等学校サッカー選手権に出場していました。今回逮捕された事件と結びつけるわけではないですが、またコンパかよというのが正直な気持ちです。飲酒、喫煙と性的暴行では比べ物になりませんが、と語るのは佐野海舟容疑者の知人です。そのような問題が発覚しながらも、佐野容疑者はその年の高校サッカー選手権にレギュラーとして出場しているといいます。夏のインターハイまでレギュラー番号の7を背負っていましたが、選手権は27番に。合コンに関わったチームメイトも同様に大きな番号の登録でした。佐野選手の髪は坊主が少し伸びたような感じ。当時選手権を見たサッカーファンは、佐野っていう有名な選手でしょ、なんであんな大きな番号なの、と疑問に思った人もいたと思います。プロでは大きな番号を背負う選手もいますが、高校サッカーは基本的にレギュラー選手は1から11番を背負いますから、エースナンバーを14や13としている高校も一部ありますが、サッカーメディアの記事にあるように、当時佐野容疑者は全国への切符を争う県大会を出場しませんでした。米子北関係者の中には、佐野選手を全国大会で使うことに反対する人も当然いました。しかし結果が欲しかったのでしょう。米子北は県内では敵なしと言っていいですから、県大会期間を実質的な謹慎期間にしたというか、応援できないと怒っている関係者も少なくなかったですよ。前回ベスト8でしたが、この大会では2回戦敗退。こんなチームなら早々に負けるのも当然だと、この件から素行不良と判断し、獲得を検討しながらもオファーしなかった J クラブもあったと聞いています。ただ念願のプロ入りを果たし、そして J2 リーグから J1 リーグにステップアップし、さらには代表選出、海外挑戦とプロとして、そして大人として成長したと思っていたのですが、10代から彼を見続けてきましたが、本当に本当にただただ残念です、と今に始まったことではないということが分かってきました。今回の報道で SNS では様々なコメントが見られました。素行不良であっても、学生の時は選手としての能力が高ければ優遇されてきた、だから勘違い、俺様は何しても OK 許されるんだと、プロはそうはいかない、契約が全て、後ろにスポンサーもいる、莫大な違約金課されて終わりだろう、スポーツ推薦とか能力は認めてもそれ以外がダメならアウトにしないと不幸ですよ、サッカーができていれば良いなんてことはなくて、どのような人間に育っているかが大切ですね、やっていることの中で一番になるとまるで偉い人みたいになり勘違いが生じる、反対にベンチ要員だとダメな人みたいな感覚に陥るけど、絶対そんなことはないですね。その中でどう頑張っているかが大切であり、コートの外に出た時にどう生きているかが大切ですもんね。普通有名人の逮捕は現行犯以外もうちょい慎重にやる。もちろん来週ドイツに戻る予定だから急いだのもあるだろうけど、おそらく LINE などのやり取りで決定的な証拠があったんだと思う。下手したら過去に常習性があったか、悪質性が高いと判断されたか、即警察通報、複数人、執行猶予もつかんかもね。マインツは契約内容知らんけど損害賠償もあるかもしれんね。ファンの一部は常習性がなかったのかというところも気になっているようです。
いかがだったでしょうか。今回は佐野海舟容疑者の事件について見てきました。結果的にこういった事件を起こしてしまうと知られなくてもいい過去のことも知られてしまいます。せっかくの実力を持っていて将来も期待されている選手だったにもかかわらず、一瞬の気の迷いが人生をすべて狂わせてしまいました。被害に遭われた方のお気持ちは察するにあまりあり、佐野海舟容疑者のご家族のお気持ちを考えると本当にやるせない気持ちになります。少し考えれば物事の善悪はわかると思うのですが、こういう事件を起こしてしまう人というのはやはり自制が効かないものなのでしょうか。続報を待ちたいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。